止める大事な遠征だ。レッチェはイタリア南東部に位置する人口9万人の田舎町。娯楽と呼べるものは何もなく、選手がサッカーに集中できる最高の環境。元旦の天皇杯以来ボールに触っていないというカズにとっても、イタリアのトップチームと試合をし勘を取り戻すことができる絶好のチャンス。ハードな練習が続く。日本にではね、そういうイタリアのねセリア A のチームとやれないわけですから、向こうのなんていうそういういいところをね学びたいなと思いますけど。一つくだらないこと聞いて、婚約者に電話とかしてる？してますよ。毎日じゃないですけど、してますよ。会いたいですって言って、本当に会いたいんですよ。遠征第一戦はイタリアの名門ユベントス。前日の記者会見でトラパットーニ監督はカズの名前を挙げ、最も警戒する選手だ、全力で戦うと語った。久々の試合に気持ちが流行るカズ。しかし現在リーグ真っ最中のユベントスに日本は全く歯が立たない。前半1分いきなり先制されると、18分にもゴールを決められ2対0。さらに31分には3点目を献上。多少天狗になっていた鼻っ柱を折られる形となった。翌朝、地元の新聞に目を通すカズ。日本のサッカーには厳しい評価ばかり。日本は確かにアジアカップに優勝したが、ほとんど見るべきものがなかった。当然でしょ、負けたし、負けた時はもう何も言うことないですよ。心込め、お前には苦労を俺の。しかし立ち直りが早いのが若いカズたちのいいところ。昨年11月のアジアカップ以来、このメンバーが集まったのは久々。今はお互いの呼吸を合わせることが最も大事な時期だから、カズたちには負けたショックよりイタリアから学ぶことの意欲の方が大きかったようだ。ほとんど外に遊びに行けなかった選手たちの最大の楽しみは何といっても食事。本場の炒め飯は大好評。グラッチェ。食後みんなが熱中したのはこれ、サッカーゲーム。でもグラウンドでプレーするようにはいかないようだ。そして卓球。カズの卓球の腕前はナンバーワンだと地元の新聞が報じたかどうかは定かではない。しかし70万部を誇るイタリアの雑誌に紹介されたのは本当の話。カズの印象を街の女の子に聞いてみた。どれ？まあまあね、結構いけるな。かわいいじゃない。イタリアでもカズの人気は相当なものだった。